私は調査兵団団長エルヴィン・スミス。本日私が話すのは、率直に言えば調査兵団への勧誘だ。諸君らはすでに巨人の恐怖も己の限界も知ってしまったことだろう。しかし人類はこれまでにないほど勝利へと前進した。エレン・イエーガーの存在だ。我々は彼と共にウォールマリアの奪還を目指す。今期の新兵にも1ヶ月後の壁外調査に参加してもらう。そこで死亡する確率は約3割。4年後にはほとんどが死ぬだろう。この惨状を知った上で、自分の命を落としてもやるという者はこの場に残ってくれ。以上だ。他の兵団の志願者は解散したまえ。君たちは死ねと言われたら死ねるのか。死にたくありません。そうか、みんないい表情だ。では今ここにいる者を新たな調査兵団として迎え入れる。これが本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。はっ。お前か。大したもんだな。体力つけないと。私はエレンを守る。なんだよ。こんな。クリスタは死なせねえ。できることは何でもしたいよ。よ、おならだ、死なないぞ。お前の意見はどうなんだ。貴様の考えを言え。なんだ、ガキンチョ。それ本気で言ってるの？嘘でしょ？そんなに間抜けだったの？何言ってやがるペトラ。俺は本気だ。それが兵長にとって最も役立つものだからな。ねえ、ちょっと聞いてよ。兵長への贈り物、
オリオが掃除道具はどうかって言ってるんだけど。甘いな。お前って何でもすごく水を吸う雑巾を送りたいんだって。便利かもしれない。やはりペトラは分かっていないな。ねえ、あなたはどう思う？雑巾を贈り物にするっていう案。そうだよね。雑巾はまた別の機会にしなよ、オーリオ。なら他にいい案でもあるってのか？俺に反論するなら代案を考えてからに。オルオに相談したのが間違いだったのよ。もう自分で別の案を考える。ま、俺以上の案を思いつけるとは思えねえが、楽しみに待っててやるから。元気かよ。ミカサ、アルミン。エレン、何かひどいことされてない？ねえよ、そんなことは。なあ、誰？場合によっては私が。おい、余計なこと言うなって。お前らここにいるってことは調査兵になったのか？ってことは憲兵団に入ったのはジャン。憲兵団に行ったのは兄だけだ。マルコは死んだ。ジャン、まさかお前まで。今なんて。誰しも劇的に死ねるってわけでもないらしいぜ。あいつは誰も見てないところで人知れず死んだんだ。お前巨人になった時にミカサを殺そうとしたらしいな。つまり巨人の力を。俺たちはエレンに見返りを求めている。きっちり値踏みさせてくれよ、自分の命に見合うのかをな。だからエレン、お前本当。エレン、そんなに気負うことはねえぞ。俺たちもいる。うん、僕たちも協力し合えると思うよ。そんな面してたらクリスタが怯えるだろうが。作戦は問題ない。油断は禁物だ。104期訓練兵がそれぞれの兵団に配属された後、調査兵団では第57回壁外調査に向けて新兵の訓練が行われた。彼らが叩き込まれるのは調査兵団団長エルヴィン・スミス自ら考案した長距離索敵陣形。巨大な陣形を展開しながら深淵団で情報伝達を行い、
巨人との接触を回避して目的地を目指すものである。そして今後の作戦の鍵となるエレンはリヴァイ班に護衛される形で陣形に組み込まれた。正式に調査兵団に加わった彼もまた第57回壁外調査の一員に組み込まれた。しかしこの壁外調査に隠された目的があることなど彼をはじめとした新兵たちには知る由もなかった。いよいよ始まるね。前進する。お前たちの訓練の成果を見せてくれ。開門。第57回壁外調査を開始する。進め。長距離索敵陣形の展開準備に取り掛かる。後続班は平原に出てから本体と合流させる。見て、後続班の援護と誘導を頼む。分かった。どうやら旧市街地内に巨人が集まり出したようだな。援護班、後続班の本体合流を援護するぞ。倒せたら本体合流までの移動距離を短縮するため巨人を排除しつつ進軍ルートを確保しろ。巨人を討伐し道の安全を確保すればより早く旧市街地を通過させられる。この大通りが使えれば王族班の移動距離を短縮できる。道を塞ぐ巨人を片付けるぞ。迂回によって移動距離が伸びれば危険も増す。巨人の討伐を急げ。できたぞ。救援要請か。行くぞ。艦を巨人と交戦させるな。急いで片付けるぞ。られるな。後続の各班がそれぞれ移動を開始したようだな。俺たちで援護するぞ。できたぞ。この道の安全を確保すれば後続班の移動距離が縮まる。協力してくれ。はい。
大通りの巨人は相当強いが、安全に通過できるはずだ。 ありがとうございます。よし、これなら後続班もここを迂回せずに済むだろう。あとは我々でここを死守するぞ。こっちだ巨人ども。この先は危険だ、別のルートを行け。わかりました。悪くないよ、その調子で頑張ってくれ。やった、助かりました。私先に本体と合流してます。ありがとう。やった、ミカさん、ここを確保すれば後続班の移動距離を縮められそうです。ありがとうな、お前のおかげで無事に抜けられたよ。平原の本体と合流してるぜ。拠点はここにするぞ。こいつを使えばこの道の安全が確保できるぞ。まだ安全を確保すべき道があるはずだ。今のうちに旧市街地内を確認しておくぞ。救援の縁談か。あの道も確保できれば移動距離を短縮できる。火星に向かうぞ。ここを確保すれば後続班も移動しやすくなるはずなんです。手を貸してください。よし、我々が加勢する。鼻の調子はどうだい見て。まあまあ、今回も役に立ってくれればいい。これで後続班もここを迂回しなくて済みそう。後続班が別々に移動を開始したようだ。かすかに巨人の匂いも増した。気をつけろ。すごいけど、もっと私たちを信じて頼って。大通りの巨人は相当強いだ。安全に通過できるはずだ。了解しました。よし、これならすぐに本体と合流できそうだ。大通りの巨人は相当強いだ。安全に通過できるはずだ。援護班のおかげで思ってたより早く市街地を抜けられそうだな。道の安全は確保してある。このまま進め。了解しました。俺もミケさんみたいに匂いで巨人の存在が分かればいいんですけど。諦めろ、鍛えてどうにかなるもんじゃない。道の安全は確保してある。このまま進め。わかりました、援護感謝します。先に平原の本体と合流してるからな。
に本体と合流してるよ。ありがとう。私は先に本体と合流している。よし、前半の旧市街地通過を確認した。俺たちも平原で本体に合流するぞ。この匂いは。飛行士か。放置すればいずれ本体に危険が及びかねん。ここで始末しておくぞ。やったな。今度こそ平原の本体と合流するぞ。周囲の巨人は片付いたようだな。これなら問題なく進めるだろう。少し遅れはするが、ここで体制を整えてから本体に合流しよう。陣形の展開も。それにしてもお前、ここまでよく働いてくれたな。うん、この1ヶ月ですごく成長したみたいだね。きっと今回の壁外…まあ、俺たちの初陣に比べれば全然。おお、お前らの初陣のことを話してもいいんだな、オルオ。ギャッハー！何でもないから気にしないでいいの！エルドさん、この話は…まあ、こいつらにも初々しい時期があったってことだ。それに比べるとお前は少し実戦慣れしすぎてるくらいだぞ。おい、何無駄口叩いてやがる。さ、兵長、すみません。お前とはここまでだ。陣形の展開までに自分の配置に戻れ。お前のクソみてえな根性だけは認めてもいいな。せいぜい。壁外調査。死ぬんじゃねえぞ。足を引っ張るもんか。やあ、みんな。ああ。
最善を尽くそう。